夏和では、くちばしが黒くなり、足の基部がわずかに黄色がかる。大ギはペリカンメサギ科に分類される鳥。体長は90センチメートルほどで、日本では青ギと並ぶ最大級のサギ。全身の羽毛が白色。白サギの一種。死有動色。全体が白色で、足と首が非常に長く、くちばしも長い。足は全体が黒い。夏和では、 くちばしが黒くなり、足の基部がわずかに黄色がかる。また胸や背中に長い飾り輪が現れる。目先が緑がかるコイ飲色が現れることもある。冬輪では飾り輪がなく、くちばしが黄色くなる。中鷺と似るが、中鷺は体長が小さい。また大杉は、くちばしが長く、また眼下にある広角の切れ込みが目より、後ろまで食い込むことで容易に判別できる。 世界の熱帯、温帯に広く分布するが、温帯のものは冬になると暖かい地方へ移動する。日本では、アシチュウダイサギが夏鳥として、アシオウダイギが冬鳥として、それぞれ観察されるため、渡り鳥であるものの、ほぼ一年中観察される。水田や川、故障などで、魚、両生類、爬虫類、昆虫、さらには哺乳類や鳥類までも捕食する。 首を S 字型に縮めて立っている姿がよく観察される。繁殖は詐欺家の種類同士でより集まって集団繁殖地の詐欺山を作る習性がある。鳴き声はゴア、主に繁殖期に鳴く。本種は青詐欺族と小詐欺族の両方の特徴を持っているため書籍によって分類される族が異なっている。最近は本種を一族一種で 大詐欺族に分類する書籍もある。バードライフ・インターナショナルカスミローディアス・アルバス IUCN レッドリスト・オブ・スレッド・オンド・スピーシーズ、バージョン2006インターナショナル・ユニオン・フォー・コンサーベーション・オブ・ネイチャー2007年11月26日閲覧ありがとうございます。